井上義雄の井上義雄から1920年8月4日は、明治時代、大正時代の将棋騎士。8段、山城国伏見町和ざゆ係の出身。本名は、池上増太郎。聖火は扇子屋を営んでいたという。8歳で、原田二平二段に手ほどきを受け、翌年の大会では、堀藩75段と4枚用地で差し分けたという。 16歳で大阪の小林東白祭八段に二段で入門。小林は天野双方の弟子である。18歳で三段、23歳で五段となる。25歳になってからは四国、中国、九州で将棋修行をした。三年後に大阪に戻り、六段となる。二年後に七段となった。ここまでの段位を認定したのは、 大阪名人と称された死の小林であると推測されている。1906年42歳の時に上京し、八段を許されたという。関根金次郎は、井上より2年先に八段商談を果たしていたが、年長者である井上を常に立てていたという。また、関根は当時の名人。 おの五兵と不仲であり、まず井上に名人を譲らせてから名人を重ねくらい、しようと格索したこともあるという。1907年10月、当時の三人の八段である、関根、井上、小菅剣之助の平手対局が、神戸新聞により企画され、井上は、関根と四番戦うが一勝三敗となる。1909年、関根と共に、将棋同盟会を結成したが、 翌1910年に離脱し、将棋同士会を結成。1915年、小野名人の後継者を決定するための大会が、柳沢安江白桜の計らいで開催される。同年4月、開幕は小野が、自身の後継者と目していた、坂田三吉八段と関根が対戦する手はずであったが、関根の都合で代わりに井上と坂田の対戦が、 実現し、井上が敗れた。坂田との対戦は、戦後2局の予定であったが、井上は、延期を申し入れ、坂田は代わりに、土井一太郎六段と対戦している。同年12月、井上は今度は、関根と、対戦、一勝一引き分けとなる。坂田に対して、劣勢となった関根は苦しい立場となったが、坂田が同意七段に連敗したために窮地を脱している。 1920年、小野名人に先立ち井上は急死、五56歳。死因は、心臓病であった。土井一太郎の解雇団によると、凄ぶる長身で、口ひげを蓄え、眼光鋭い美男であったという。連受の打ち手でもあり、そこでも八段を許されていた。三上雄一氏の死でもある。実力性名人や日本将棋連盟の成立前に、亡くなっているため、 連盟に所属した、ぶっこ騎士とは紹介されないものの連盟の騎士系統図においては、その一人となっている。後の将棋連盟所属騎士にも系譜が続いている時期、弟子としては、大崎熊夫と宮松関三郎の二名がおり、それぞれ多くの弟子を輩出した。しかしながら2018年現在、井上門下の系譜の現役騎士は、郷田正隆のみとなっている。また、 一番弟子は、金安次郎であったが、後に、関根門下に倶れ返している。週刊将棋編、名曲機構 P49 から50、加藤次郎によると、大正時代の機械割合集散を繰り返した末、関根の、東京将棋クラブ、土井の、将棋同盟者、井上の、将棋同士会、大崎の、将棋研究会の四班に修練し、 この四派と大阪の坂田の一派とが互いに牽制し、勢力を競ったという。日本将棋連盟、騎士系統図。ありがとうございます。